めっちゃ飲みそうなんだけど、なんか樽とかも抱えてウォッチみたいな、ウォッチドンみたいな。ああれスーさんが出ちゃいます。本当の店主なのね。店主は本当はこっちなの。え、どっちなの名前が。名前がそれでどっちがそういうおめだかしようってつけたの。一緒に考えた寝ずに徹夜で。徹夜はしてないから。やっぱり嘘言うね。あ、ごめんなさい。ちょいちょい嘘言うね。じゃあちょっと2人で映るってあんまないでしょ。離婚してもこうやって全国に。あ、仲がいいな。仮面夫婦バレました。バレました。いつもの乗ってくるね。いつもの感じで。いつもの感じです。うーん、イベントは2人でいつも、まあ、行けるときは私もなんですけど。行くの、はい、今日ちょっとめんどくさいからちょっと行ってきてよ、行ってきないよみたいな。行ってこいみたいな。どっち。子供のなんかこう、うん、ことがなかったら、うん、一緒にいる感じ。仲いいな、うん、どこで知り合ったの。あ、それ聞きます。もちろんもうこれみんなが知りたいと。それ聞きますか、うん、まあ、友達の紹介です。友達の紹介、どういう感じ。友達に紹介してよってどっちが言ったの。友達同士がこう付き合って。あー、そうなんだ。そのパターンって結構分かれないね。うん、なるほど。それ何歳ぐらいの時。それが19。おー、結構若い時に。だるまメダカとか好き。だるまメダカは奥さんの方が好きなの。初恋ってあるでしょ。楊貴妃の。楊貴妃のだるま。だるま。初恋はいつだったの。初恋。初恋は。これ一番みんながこう知りたいところ。あ、知りたいですか。初恋いつだろうな。奥さんもちゃんと思い浮かんで、ちょっと。初恋。ちゃんとこっちカメラ見ながらちょっと。初恋は。保育園、はあ、まあ保育園ですかね。いや、本当のこと言ってもらわんとな。本当のことを言うと保育園ですね。下の名前は何。下の名前もう覚えてないぞ、ね、覚えてないの。奥さんは。ああ、いつか忘れた。昨日ちょっとよく分かんないこと言ってますよ。もう記憶がない、あんまり。ああ、結構ちっちゃい頃は忘れるタイプだったの。うまいこと逃げましたね、2人が。まあ、初恋は毎日ですね。何に初恋したの。これはメダカです。これ何、誰をしばくの、これ。これ誰をしばく。これはもう、蜂が来た時に。蜂は叩けんでしょ。蜂を居合切りする。放送暴走族はいつ引退した。暴走族ですか、うん、無郷舞姫とか入ってる人なんだけど。奥さん何が好きなの。メダカだよ。メダカはだるまとか、うん、あの紅ほっぺとか、うん、かわいい感じが。かわいいのが好きですね。なんで笑っとるの。あ、ボブが好きやね。あ、ちょっと質問してみてよ、質問。何が好きですか。さっき言ったよね。聞いてた。聞いてたんか。聞いてたんかな。もう上の空で。違うよね。好きなのは。ああ、二人の違う。うん、好きなもう可愛い系。うん、こっちは自分はのなんていうんですか、あの黒系。黒系のとかの渋い系ですよね。質問全然してないけど。質問、いいな。質問何しようかな。何しようかな。今年は何を増やしますか。いいな。何に力を入れますか。もうちょっと近く寄って。何に力を入れますか。あ、いいね。だるま。だるま。まだだるましか言わない。だるま。だるま。疲れているのだろう。
だるまが、いろんなだるま、とりあえず掛け合わせをやらせてくださいっていう感じですね。スペースちょっと自分にも分けてください。分けてください。角の方ピザ窯もうちょっとピザ窯もうちょっと屋根つけて屋根つけて段数増やすんでピザ窯にちょっと反応したピザ窯そういえばピザ窯なんかあったよなかったよなみたいな違うよね。あ、違うのあれ。多分焼肉。バーベキューとか。ピザ窯じゃないのあれ。多分上がついてないんで。ああ。そうなんだ。バーベキューあそこでしたことある？一回だけ。一回でやめたんだ。一回でもうやめました、ね。なんで？あのなんですかね。お酒飲まないじゃないですか。ああ。あんま面白くなかった。面白くなかったですよ。そうだったみたいな顔してるけどこっち。まあね、あの。できるスペースだけは残しとって、うんうん、みんなでね、うん、集まれたらなって。あ、まだやる気はあるんだ。あ、ある。バーベキュー。そこだけは開けとってって言ってる。こっちはあんまないのに、ね、え、ないの、うん、やりたいけどね。え、せっかくあるけどさ、みんなでね。うん、そっか。呼んだらみんな来るんかな。来るんじゃない、メダカの仲間が。うん、うんうんね、いいんじゃないですか。めんどくさいみたいなちょっとめんどくせえなみたいな俺飲まないからなみたいな。準備がね、飲む人がおるとねやっぱ終わらんからね、うん、しまいには飲んで寝て、そうそうそう。あ、でももうなんか起きんかったら水かければいいじゃん、このグリーンウォーターかな、かけ放題ですね、うん、グリーンウォーターやっちゃえばやっちゃえ、やっちゃえなみたいな、まあ、奥さんの方が PSB ですよね、奥さんの方がやっちゃいなよみたいなパパやっちゃいなよみたいなグリーンウォーターかけちゃいな、ボウフラの、ボウフラ入りのボウフラの家、あ、ボウフラの家夏になったらボウフラの家になるんですね、ここむちゃくちゃ , 笑いすぎだな、笑いすぎですよ、本当に笑いすぎだな。はってない。ヒレナガとかあんまり興味ない。ああ。だるまなら。ヒレナガは違う、うん、ね。あんまり興味ないんだ。どっちなんだ。最近綺麗やなって思ってきたけど、うんうん。もうちょっとヒレ長いと切っちゃうタイプ。いや自分だけ。切っちゃう。だって切っちゃう。手が伸びない場合は切っちゃうらしいから。うん、切って伸ばす、うん、切って伸ばす、うん、できる、切って伸ばす、それがやっぱりサイコパス、ちょっと遅いねちょっとちょっとワンテンポ遅いそれなんだよな、もうちょっと早くね、これが訓練が必要なんだ、うん、難しいな、難しい、芸能人ってすごいよね、すごいパッとねやるの、まあカットしていい感じになるけど、うん、ワンテンポ早くこう切ってしまって、うん、すごい真剣になるなって、うん、PTA のなんか話を聞いてる時みたいなでもう興味ない話をこう果てだま全然聞いてない、明日イオンに行こうかなとばっかり考えた、優しいでしょ、あ、優しいです、優しいでしょ、うん、優しいふり、優しいふり、いや、でも怒らないですね、うん、なんて、あの怒るとこなんかもう忘れちゃったんかな、うん、もうちっちゃい頃からあんまり怒るタイプじゃないですね、ちっちゃい頃から、笑ってるタイプ、笑ってるタイプ、笑いながら、笑顔を振りまく、笑いながら殴るみたいなそれ鬼っすね笑いながら殴る、やっぱりサイコパス、やっぱりパパはサイコパス、ダメだね、ダメだ、ダメだやっぱりパパは？最高です。